さあ始まりました密着ユン散歩でございます、今日もカメラを務めますジョブキアと申します。よろしくお願いします。今日は、中井駅の方に来ております。ちょっと最近ですね、まあ、暑くなったりちょっと急に冷え込んだりと、皆様体調は大丈夫でしょうか。今日はもう朝からの散歩なんですけれども、まだちょっとユンボさんが来られてなくてですね、この最近の寒暖差に体調を崩してなければいいんですけれども、私今日は来るのかもうちょっと待ってみたいと思います。今日もよろしくお願いします。いやーしかしユンボさんは全然来ないですね。ちょっと今日ね雨も降りそうなんで、できるだけね早めに散歩始めたいんですけれども、さてどっから来るのか。あれあれユンボさんじゃないか。あれユンボさんだな。あれあれユンボさんだよな。あユンボさんおはようございます。おはようございます。おはようございます。あれなんかおはようございます。何はい。あ今日もちょっと今日は何秋葉散歩の今日も散歩のなんかちょっとはいなかなか難しいな。あ本当ですか。というのは何が難しかったですか。お前ね、今撮ってた今。はい、ちょっと先ほどなんか撮ってましたけど、これ流れないよね。なんすか俺。えなんかまあこの辺の子供たちにギリシャ語教えてんだよ。え地元の有志で集まって。はいはいはい。ギリシャにゆかりのない人間たちが、はいはい、教えてんだよね。えなんかギリシャとユンモさんに何か関係が。いやだから関係はゆかりないって言ってんだよ。何も聞いてねえ。いつものように。目的は何なんですか。暇つぶしだよ。え暇つぶしにしちゃなかなか手の込んだあれですけど。いろいろ前大変だよ。雑種と雑種を掛け合わせたりさ。本当にとんでもないよその子になるな。確かにそうですよね。ワールドワイドな遊び方暇つぶしをされているということで。仕事だって言ってんだろ。あ仕事ですか。政府の仕事だよ。えどっち側の政府ですか。ギリシャ側から依頼されてることなんでしょうか。日本側は日本には日本。日本には日本。トキだよ。あ、トキだね。天然記念物。はいはいはい。あ、トキですね。はいはい。お前本当物知らねえな。確かにそうですね。ちょっと中井とか来るのか。中井はもうほぼ来ないですね。一回乗り換えでえらい目にあったことありますけど。いやお前中井は、はい、中井は気をつけろ。はいはい。現存する、はい、日本最高のバカが住んでた町だ。どなたなんですかそれは。中井住まれてたの。佐々木孫悟空先生。佐々木孫悟空ってすごいぞお前。はい。目汚ねんだよ、まあ、空き巣が玄関開けてもう一回閉めたんだから。まあよく近くは通るけどこれ上山手通りだけど。あ俺はいはい。やっぱ高架下と俺って相性いいよ、はい、いいですね。いいだろう。はい。ちょっとロックなパンクな感じもしますし、うん、うん、しねえよ何が。なんかいいですねこの道路を走ってる車の音さえも音楽に変えちゃうというか。昔はあったけど、はい、今もう電気自動車が静かだから。そうですね。うん、電気自動車はロックになりにくいね。あそれはやっぱりあの車の、エンジンのそれぞれの、ね、特性があって音が違ったけど、はいはい、モーターになっちゃったら全部一緒だよ。私その、ね、タクシーとか EV 車とかは近代の音がしますよね。あとあの郵便局も今 E バイクって言って電気のバイク多いけど、はいはいはい、やっぱあの株で来てほしいよな。あ郵政株で、はいはい、郵政株知ってるわ。郵政株ってのは分からないですけど、まあ、昔乗ってたいわゆるあの、うん、あれですよね。あれ郵政株って言うんだけど、はいはい、あの郵便屋さんが乗ってた、はいはい、あの郵政株がかっこいいんだよ、はいはいはい、郵政メイトってのがある。それはヤマハのやつ。株は本だ、はいはい、おそれはもう郵便局用に開発されてるものになるんですか。うん、だけどそれ出回るから、はい、
それ昔小馬場が優勢メイト乗ってたけどよかったな。へえ、うん、でもあの EV 車とかの家の駐車場とかで充電してる様あるじゃないですか、コード詰めて、はい、あれちょっとなんか恥ずかしいって感じしますよね。まあよかった、あれがネオだろ。あれがいいんですかね。あれがネオだよ。なんか前のとこパカって開けてなんかついてたりするじゃないですか、たまに、うん、あれちょっとなんか恥ずかしい感じありますよね。なんで恥ずかしい。なんかちょっとなんかなんていうんですかね、むき出しの感じというかね。お前みたいに新しい iPhone 光学カメラ、光学カメラって言ってる方が恥ずかしいわ。いやあれでも有線だからいいんだよ、あのメカって感じじゃん。ああれをさ、例えば今携帯もワイヤレスで充電できんけど、ありますね。あれがなんかの、まあどういう方法か分かんないけど、はい、まあ、そこ近づければ勝手に充電してるってなったら、はい、それ何もかっこよくない。ああ有線ってのがいいんだよ。ああやっぱ有線がいいですか。俺いつも音楽聴いてるけど有線だろ、イヤホン。はい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 、うん、やっぱ線がいいんですね。うん、イヤホンはね、俺いろいろ、まあいろいろ試してたよ、はい、新しいの好きだから。これはブルートゥースとかね。ブルートゥースが出た時、はい、あれタイムスリップしたかなと思ってこんな未来が決まったかと。最初に iPod が出た時、はい、一番未来を感じたけど。ああ、あのちっちゃいサイズにね、何千円とか、まあ、うん、このぐらいのさあったじゃん。はいはい、まあ、これ今シリーズいっぱいあるけど、はいはいはい、今までお前カセットテープにダビングして自分で編集してとかやってたのお前、はい、ほんで今日はどれよ、どのカセットテープ持っていこうかな、あれが CD ウォークマンの時も、はいはいはい、どれ持っていこうかなって、はい、頭悩ましたのに、もうそれ考えなくていいんだもん。ああそうっすね、あれ1個でも何万曲、5分多く寝れますそれでイヤホンね、イヤホンね、で今マイクとかまあ大体ついてんじゃん。はいはい、あとリモコン、はいはい、まあ Bluetooth にしろ、はい、有線にしろ、はい、まあいろいろ試したけど、はい、たどり着いたのはね、うん、あのマイクとかリモコンが何にもついてない有線イヤホンだね。が一番いいですか。一番いい。あ、やっぱあの今一度僕はその MD の、うん、あの評価を再評価していきたいなと思って。 MD はね、編集がその前できるんじゃん、はい、そうですよね。だからお笑いライブでは役立ってたよ。はい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 、まあ、デバイスとか音を使う時な。あ、はいはいはい、うん、でもやっぱりあのサイズで、うん、あのまあ80分ぐらい入って、うん、まあユウマさんが今おっしゃったように、うん、まあ、編集もできて、うん、であの要はカセットテープよりもちろん小型で持ち運びできるっていう意味では、うん、MD はかなり革命を起こしたんじゃないかと。革命、あれはもう革命だったな、はい、俺ももちろん持ってたけど、はい、あれね順番間違えたんだよ。はい、これは俺は本当そうだと思うよ。はい、MD は、はい、まあ自分で最初に入れるじゃん、もちろん、はい、はいはい、MD アルバムなんか売ってなかったじゃん。はい、それあの来月11月25日、ロキソニンズのニューアルバム、ザ・ロキソニンズ2が CD と MD で販売されますとかなかったの。なかったろ。まあ、MD は何か入れんじゃん、はいはい、まあ、カセットテープと一緒で、はいはいはい、カセットテープは売ってたけど、まあみんな入れてたよ、はいはいはい、だからあれね、MD の前に CD ウォークマンとかが出たじゃん、はい、あのディスクマンの前に、はい、ありましたありました。あれがちょっと邪魔だったんだよ。おだからもう元々のあれ MDアルバムとかも出てれば、はいはいはい、あ、アルバムもあるし自分で編集できるしだけど、はい、この CD の便利さを知っちゃったからこの MD が、はいはい、カセット MD、CD だったら、はい、MD 天下取ってます。あ、うん、まあクラウドとかが出なきゃな。はい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 、うん、そうか、ちょっと順番が、うん、だから10年は天下取るって。あれ短かったじゃん。短かったですね。うん、短命だったよ。はいはい、いやでもあれは革命ね、ちょっとすごい便利な、音飛びもしづらかったですもんね、MD は。音飛びもな、まあ、CD に比べると、まあ、ないしな、はい、うん、あとその爪折る折らないも、あのオンオフができたじゃないですか、そのカチャスライドってな。そうです、そうです、ビデオテープだと折ったらもうあれテープ貼るとかしなきゃいけないですけど、うん、MD はそれがオンオフできましたんで、そういうのも良かったですよね。懐かしいな懐かしいけど、はい、今使おうとは全然思わないな、カセットテープとかな。まあそうですね、うん、レコードは欲しいけど、はいはい、今あのアメリカの方では CD よりレコードの方が売れてるらしいです。日本もほぼそうだよ、はいはいはい、だから CD というか普通に音楽買うのが今ああいうダウンロードとかで、ダウンロードオンラインで買っちゃうから、はい、だから レコードが好きな人レコード買うから、はいはい、レコードの売り上げの方が確か去年多かったんです。そうですよね、日本も確か音がちょっと丸みのある感じというか柔らかい感じでありますもんね。分かんねえだろ本当はそういうこと言うやついるけど、ちょっと
ちょっと軽くノイズが入るというか、お前ほんと分かんないだろ。え、はい、低音に強いとかうるさいよお前。知らないだろお前。やっぱあの針を落とした瞬間のジュジュっていう感じの、あれはあれはいいけど、はい、でもお前 CD とか MD だってよく聞いてるとあるぞお前。あ、ありますか。うん、いろいろあるんだよ。その CD でしか聞こえないとか、はいはいはい、レコードでしか聞こえない音って、あ、音域というか、うん、はいはい、そういうことですよ。あ、そうなんですね。で俺がね今一番いいイヤホンはね、はい、あのセブンイレブンに売ってるノーマルの、はい、何もついてないです。あ、これベストセラーなんだよ。これ知らないだろ。あ、それちょっと存じなかったですね。例えば、はい、まあ、俺すぐなくすから、はい、あんま高えの買えねえんでおっかなくて、はいはい、まあ、例えば 1,000円のイヤホンと2万円のイヤホンだったら差が聞けば分かるけど、はい、結構誰でも、1,000円と5,000円とかじゃ分かんないよね。あ、うん、これこの今のセブンイレブンのあの有線のノーマルのはものすごいいい。ああ、いいですか。うん、あの余計なもんがついてないから。はい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 。うん、やっぱあのイヤホン買うときにその低音が効いてる方がいいとか、うん、そういうなんかこだわりとかあるんですか。ない。ないですか。違う違う、ほとんど外で使うだろ。はい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 。ノイズが入るんだよ。はい。街の。ええ。だからそんなの分かんないし。はいはいはい。その街の音と混ざり合った音がいいし、だから家で使う高価なヘッドホンは欲しいと思う、ね、はい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 、何万もするやつ、お前外で聞いててよ、いやいや、お前みたいに、はい、これ高音が、あ、ここまで来るんだ、あ、滑らかだな、アタック弱いな、うるせえわ、バカ野郎。あの電車の音はするわ、お前車を通ったら犬は鳴いてるわよ、はい、おまわりに、あ、止まりなさいって言われるわ、いろんな音が入ってくるのに、はいはい、低音も高音もねえわ。ああ、そうですか。なんかあの骨伝導みたいなのもちょっとありましたよね一時期。まあ、今もありましたね。はいはい。ないんだよ。あれダメですか。うん、俺あれから痺れが止まんねえんだよ。それはなんか変な調子。どっかから怒られるわ。はい。お前イヤホンしてんとこ見たことね。ああ、そうですか。僕は大体あのアップル社の、エアポッズを。はい。本当、まあお前は似合うよ。はい、エアポッズ。本当お前は似合う。はい。あ、なくさないの。エアポーズなくさず、一応なんかあれあのそんな使わねえんだろお前。まあ、使います使います。あ、そう。はい、あの一応 GPS っていうかあれでなくなったら場所が分かるようになってるんで。だからそんなん頼ってんじゃねえよお前。何回お前ユン散歩で何学んだ。マジで太陽と磁石があればどこだってつくんだよお前。GPS にちょっと依存してしまった、依存体質になってるんで GPS の。何もできなくなる。どうすんのお前、これから第三次大戦とか起きたら。そうですね、うん、GPS もハッキング、お前あの行かれたバギーに乗ってるやつにすぐやられるタイプとか。マッドマックスみたいな的な感じ、うん、はい、気をつけろ。あ、そうですね、うん、今から備えとけよ。はい、そうですね、気をつけないといけないですね。危ねえな、困っちゃう。そうですね、やっぱり端子がちょっと難しいですよね。その iPhone だと今イヤホンジャックがないじゃないですか。ない、今、はい、あのアダプターじゃん、はいはい、あの変換するライトニング、まあ今は C とかになってるけど、はい、まあ、ほとんどまあライトニングだよね。ライトニングから普通の 3.5 に入れる端子の売ってんじゃん、はいはい、アダプター、こんな短いの、はい、すぐなくなるわあんな。俺15本ぐらい買ってるからな。とその分あとやっぱりね、はい、あのいろいろつなげるとあんまり良くないんだよ。ああ、音がちょっと悪くなってきますね。だからこの本体から音楽聴くまでにいろいろ入ってると、はい、このアダプタなり、はい、だから本当リモコンとかマイクもそうなんだけど、はい、よくリモコンとマイク壊れんから、はいはい、そうすると誤作動起こすんだよ。ああ、うん、なんか俺音楽聴いてたように、はい、途中からなんか勝手に電話かかってて誰か楽しんでたんかな。そんなこともあるんですね。あるんですよ。あら、テレビとかの音源を MD とかに入れたりとかしてたんですけど、あれだモノラル放送だと片っぽしか聞こえないから、うん、あれなんか一応両方にステレオに振り分けられる、うん、線とかあって、うん、それちょっと使ったりしてましたけどね。ああいうだから何お前が言ってるのはそれはあれだろ、はい、両耳で聞こえるようになる。あ、そうですそうですそうです。がっつりちゃんとした専門的、そうです、両耳になるっていうだけなんですけど、うん、だからそれ別に両方から来たって同じ音が出てるもん、はい、モノラル録音。あ、まあそうですそうです。だからこっちはただのその、はい、
あのシングルコピーみたいな感じですね、うん、まあ、それも便利だったもんね、はいはい、便利でしたね、うん、あれもビートルズなんか右と左から聞こえてくる音が全然違うのいっぱいあるから、あの難聴になった時全然聞こえねえから、はい、なんだビートルズ迫力ないな、なんかなんかサブスク何使ってるの、アップルミュージックですね、うん、お前本当に、はい、リンゴスターかお前アップルサブサブだな、いやそうです本当にそうですね、スティーブ・ジョブズの命日には手を合わせなきゃいけないですね本当に、それはやっとけよわかりました、ジョブズさんはやっぱすごいよなそうですね、うん、アップル製品の一番最初の記憶で言うと、うん、やっぱあのパソコンのモニター、うん、モニターがなんかカラフルなやつ、ちょっとスケルトンっぽい感じの、ああのあれ、はい、あれじゃないの、あの iMac じゃないの、はい、そうですそうです、あれなんかすごい子供心に綺麗な機械だなと思いながら、あれ未来を感じたけど、はいはい、過去も感じたんだよな、あの形が昔のテレビみたいで、はい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 、まあだからいわゆるパソコンって感じじゃなかったっていうか、はいはいはい、まああれがパソコンなんだよ、だからあの前の Mac 持ってた、あそうなんですね、うん、じゃあなかなかじゃあ古くからの Mac ユーザーだったんですね、いやいやそれからずっと Windows 使ってたけど、はいはいはい、まだまあ大抵 Windows だったじゃん、ああそうですね、はいはい、まあ、今はもうやることが決まってるから、はいはい、ほとんど、はいはい、まあ Mac でいいから Mac なんだけど、うん、だって便利じゃんあれだ、何なんだよ本当に、ほんでまた、はい、まあ今日は、中井西武新宿の中井駅、まあ、大江戸線の中井駅もありますけど、はい、そこから、ここにいるから、これはあ神主打法でおなじみの、フォーブル、フォーブル安心しちゃったよ、見逃しの、まあ、今日はまああれだよ、落合まで、落合まで、まあ、これ近いぞ、これ近いっぽいですよね、近いっぽいってお前がお前に合わせてんだろまた、お前なんでお前あれ 9時に来なきゃいけねえんだよ、早かったですね今日はちょっと、あもうそんな忙しいのか、いやそうですねちょっと、あの動物園の飼育の、そんなこともやってんの、いやでもはい手広く担当は一応パンダと、お前ちょっと待ってよ、はい、お前、はい、スターじゃねえか、そうなんですよ、お前パンダ任されたの、任されてますね、そうなんですよ、えパンダお前のこと懐いてんの、いや全然懐いてないですねお前よ努力しろよお前そうですね、まあ、あれ中国からのレンタルだぞお前、いやそうなんですよね、仲良くしなきゃいけない、夏に扱ったのは戦争始まるの、国際問題に、なんだお前、そうなんですね、